お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらの 2.0 デッキですね。ちょっと前に流行ったと思うんですけど、こちらをねやっていこうと思うんですけど、まあ一人でやってもね、まあまだかってなっちゃうので、今日は 2v2 でねこれをやっていきたいなと思います。というわけで、まあゲストって言ったら、まあちょっとね上げすぎなんですけど、特別スペシャルゲストね呼んでます。どうぞ。めちゃくちゃ上げとるやん。いらっしゃい、焼き鳥です。うぜえ、なんでこいつをゲストに呼んでしまったんだって感じなんですけど、ゲストとしてふさわしいですね。マジで勝手に人んち来るんですよこいつが。なので今日はね一緒に動画撮っていこうかなと思うんで、これね 2v2 で焼き鳥もこのデッキで。マジっすか。はい、マジです。マジっすか。あ、平均コスト2人であれば 1.0 だっていうね謎理論でね、平均コスト 1.0 デッキというわけでやっていきたいと思います。実質ね。だって 2.0 これ2人とも使ったら半分だよ。確かに 1.0。 おお、どういう計算だろう。まあバカなので許してください。僕はねちゃんと理解できてるんですけど、相方の僕にね付き合ってあげて、協力ちょうだい。やっぱ友達多いからさ。鏡バトルでいい。くっそつまんない。くっそつまんないとか言ったらダメだけど、とりあえずね、はい、今日負けたら終わりでいこうかな。あ、多分負けないんでしょ。マジどうする。5時間ぐらいの動画になっちゃうから大丈夫。本当に大丈夫ですか。いいよ、はい、頼むよ。いいよ頼むよ。やばい、読まれた。俺のオールブレーカー読まれたんだけど。よろしくね、マジで。よろしくね。マジでもう雰囲気でいこうね、雰囲気で。もう。おー、アイスティック。かわしていく。いらない、それ。ごめんなさい。あ、いや、ディガーのため？そうですね。もしかして。でこれちょっと 2.0 2人でやると、まあ、絶対なんかミスが起きるのはまあしょうがないとして、うん、大型ですね。お願いします。よろしく。はい、事故。いや、竹取ってる。よろしく。これ。ああ、吹き矢が。この吹き矢がね、ちょっと下手ですね。いや違う。処理がされちゃったんすよ。これ出さないからじゃん。もっと攻めちゃいたいですね。回転範囲ので、僕らとしては。いきまーす。もうどんどんね。いけいけどんどん戦法で。すごい。多分あのオールブレーカーになんか恨みがあるんだ。10コスト使ってきたからね。やばいね、うん、あれやばいね。日頃の俺のストレス焼き鳥にぶつけたらああなっちゃうレベルでやばい。あれそんなに溜まってた。そうだ、10コスト本当にすごい。何でも処理できちゃいそう。あんなに使ってガチだったな。すごいな。いや、めっちゃいいアイスピ。引き行くで。あもう読んでる。すけお願いします。はい、もうアイゴレじゃなくてディガーがさ、相手タワー12だからさ、なんかめっちゃ耐えたんだけど、まあまあムキムキだったみたい。うちのオールブレーカーじゃなくて吹き矢耐えちゃったよ。ムキムキ、ムキムキっていうの。そうなんですよ、やっぱりね。焼き鳥ガリガリなのに。いや、ムキムキです。もうマジでやばい。脱いだらすごいってよく言われてるから。焼き鳥脱いだらすごいらしいっすね、皆さん。もうバッキバキ、本当に。10個ぐらいに言われてる。本当に？いや、全然。草。でも、元陸上部の。そうなんですよ。しかも、長距離。いや、でも聞いてほしいんだけど、長距離って、あれなんよ。筋肉つけたらダメなんよ、実は。これ、知らない人いるかもしれないけど、短距離だと、筋肉めっちゃつけた方がいいんだけど、もう長距離あれだもん、プロテインとか飲むの禁止されてたもん、もはや。プロテイン飲んだらダメなの？ダメ、もうダメ。筋肉つけたらなんかね、ダメらしいんだよ。もう詳しくは知らないんだけど。やば。だからそう、だからもう仕方ないみたいなとこある。もうむしろ速くなるためにあえて。え、で速かったの君は。まあそこはあれじゃん。それはあれじゃん。なんかやって3ヶ月でやめたみたいなね。いじめられて3ヶ月でやめたみたいな。まあまあ深い闇があるじゃんそれ。違った。俺そんな感じで聞いてたんだけど。全然それ誰言ったやつ。俺ちょっと許さないよそれ、さすがに。そんな感じだったんですけど。言ったやります。本当にいるの？いります。はい。あ、もうこれさ、もうオールブレーカー無限に飛ばしておけばいいみたいなとこない？勝てます。俺まだ、引き上げよろしく。俺まだムキムキの話あれまだ終わってないんだけど。まだ終わってなかった。あ、キングギドした。俺の流れはなんでだろう。なんでキングギ飛んでるんだろう。相手がただただ、ディガーめっちゃ遠目に飛ばしたの、うん、勝手にキングギドしちゃった。まあ確かにそういう気分の日もあるよね。やっぱりいきなり王様を狙いたくなるっていう。いきなりキングはなんだっけ、わかんない。ああ、カッチン、イライラしとるわ、マジで。わかんないわ。ああ、イライラしますよね、本当に。申し訳ないです。本当に頼むよ、吹き矢。じゃあ、よろしく。はい。
もうこんなんいらないからね、俺ぐらいになると。本当に？あ、いるじゃん。いや、いらないです。はい。焼きのり 2.0 オールブレイクちょっと下手じゃない？いや、全然。一番の得意デッキだけど俺、本当に。らしいです。後日ね、焼きのりの動画で上がるみたいですね。この高回転オールブレイクは。絶対これ終わった終わりじゃねえ。俺たちどうするの、手札が2人とも似たような。はい、これで逆サイン釣ってください。全くね、わかりました。で小物でとりあえずゴロを溶かしたいです。はい、溶かします。溶かします。ああ落ちちゃってるよ。誰が悪い？誰も悪くない。そう、やばい。しかも黒くない。うっとします、うっとします。よろしくお願いします。俺吹き矢やっちゃいます。いや、スケでタイヤ取ればこれ多分耐えるんよ。おい、あ、耐えます。耐えます。やっぱりね、ちょっと狙いがちだからね、やっぱり。さっきからディガーの癖がすごいんだな、うん、いやでも、大事だよね、そういう、その、攻めの心っていうのはね。やっぱり忘れがちじゃないですか、もう。なんだろう、当たり前だと思ってる。俺たちはもう、横のタワーから俺の当たり前だと思ってるんだけど。うん。でも、それはまだね、みんな気づいてないだけど、本当はキングが正解なのかもしれない。なるほど。コスパいいですからね、キングいっちゃえば。確かに。だってすぐ終われて。いらないんだもん、もはや、こんな。バカなんすよ。横のタワーってもう損しかない、もはや。そう、ただの時間の無駄。はい。そうなんですよね。とか考えてるのが本当はね。うん。やべ、はい、負けそうなんだよ、やべえ。待って、終わっちゃう。動画終了のお知らせが。やべえ、ほんとに。違う。こんな独特な、スケ先輩やってる場合じゃないんで。待ってくれよ。多分右は耐えれるんだよな、多分。追加来た。え、違う、もう耐えれるのかな。あ、でも。でも大丈夫、相手キングにしか飛ばしてこないから、ティガ。やばい。組んで。2回目の対よろしく。2回目の対。扱ってた。はい。待って。なんで？運ゲーで勝ったや。違うんですよ。これは右側にちょっとね、わざと攻めさせて。そうこれ視線誘導テクニックですね、うん、相手に右側折れるぞ、いけるぞって言いになったら、あ、左折れてないっていうね、もう気づいた時にはゲームオーバーと。そうなんですよね、焼き鳥の人生かというようなね、ゲームオーバーと。深いですね、それは。闇が、やべ主に闇が叩かれそう、すごい。やっと本当に良くないからね。スケとアイゴでやります。はい、じゃあ引きやります。はい、もう軽くね、焼き鳥のあの触れちゃいけないことがいっぱいありすぎて楽しいですね、僕からすると。なんもないっす、本当に。あ、いや、これは、あ、何そのウッド、やべ、ちょっと待って、何やってるんですか、ラットさん。なんか先輩、いや、今ラットさんっすよ。あの、一ついいっすか。はい、持ちミスっす。持ちミス、うん、あれ、スケだと思ったら転がっちゃった、うん、すごいよ、転がして空振りさせた上になんか ISP 一瞬で消える場所に置いてメガナイトもタワーみたいな。いやー、マジでね、そういうの全部カバーしてくれるのが相方みたいなとこあるんですけど。相方に頼りすぎとな。全てやらせようとする。本当にこっから勝てば何でもいいですからね、本当に。正直なところ。まあね。確かに。1回目のオールブレイカーで、よし。やります。はい。ウッドでユットがいるのかどうかっていうところも、ね、います。スケお願いします。全部やっちゃう。アイゴレします。よろしくお願いします。よいしょ。はい。いいよ。いいよ。ここで攻めの姿勢が大事。攻めます。はい。あー、そのディガーはやってるなー。いや、今のターゲットによって、もう3000ぐらいダメージ入った。3000ぐらい。あ、目いかれてんじゃね？あれ、そうだっけ。はい。勝てそうですね。どうも。いや、アイゴレやる。はい。人によろしく。やだ。あれ、拒否された。ちょっとなんか、陸上の話以外に聞きたいんだけど、焼き鳥の、こうね、うん、みんな知りたいっすよね。興味ないでしょ。俺のチャンネルじゃないんだから。プライベート。はい、これ。はい。俺のやつでも話すことないんだよね。なんかないの？バスケやってたんでしょ？バスケはやってましたね。あ、まあでも、身長が小さいと、なんかユニフォームの番号が若いと、うん、そのサイズが小さいみたいなのがあったんですよね。うん、なので、僕背がなんか一番ちっちゃかったからキャプテンみたいなこともあった。どういうこと？だからその背が小さいからそのキャプテン番号を背負ってたみたいな。番号背負ってたみたいな。そうみたいな時ありましたね。キャプテンってそんな決め方だっけ？しかも県選抜みたいな。いや、すごくない？まあまあレベル高めのとこで背ちっちゃいからキャプテンになった。いや、そんな雑じゃないけど、でもなんか一番ちっちゃかったから俺その時に。確かに。
今のあれだもんね、ホノスのキャプテンも確かに、うん、背ちっちゃいから決めたみたいなとこあるもんな。それだったらライキさんだね。はい、あ、ライキさんの悪口言った。ライキさん背ちっちゃいけど何か。あ、自信満々に言っちゃったよ。焼き鳥が言ってました、ライキさん。いや、俺はもう全然、いや別に背なんて高くていいことないですからね、そもそも。いやでも174、僕今174か5ぐらいなんですけど、もう今ベストですね。なんかもう景色が違いますね。それは分かる。いや俺も175が結構ベストだと思ってるよ。なんか180とかいくと、ちょっと180いくと、いやちょっと大きいんだよな、高いんだよなーってなっちゃうんですよね。 今がもう本当もうベストですね。狙ったまでやる。ここで止めた、ここでストップって止めたまでやる。なんならなわけねえだろ。あれ違ったみたい。時々味方と見せかけて裏切ってくるからな。ラット、よしよし、歩み寄ってから突然突き放すから。いやマジでずっと小さい小さい言われ続けてて、なんか今ではちょっと大きい方になったからさ、うん、なんか違和感があるよね。あでもそう、俺もそのタイプ。俺もマジであれだ、何でも丸でくる。違うで話し合わせたらいいと思ってるタイプだ。中学生の時まで背の順一番前だったから、本当にめっちゃちっちゃかったんよ。で、あ、いじめられてたやつね。あんま触れない方がいいやつか。俺どこでもいじめられてない。どこに行ってもいじめられるじゃん。違ったっけ。全然違うね。なるほどね。よいしょ、お願いします。まあでもベストですね、まあ、170本当に4がちょうどいい。いや5です。いや5いくとね、いやそんな4なんてもうどうせあれでしょ、身長いくらって聞かれたら四捨五入して175って言うんでしょ。言わない。だから何なら多分5あるけど4が今なる。いやそれは嘘です。それは強がりです。違います。いやそれは強がりです。あ、スケルトン毎回6体出てくるんで。お願い。え、スケルトン6体。わ、待って、かっこいい。それうわ、焼き鳥みたい。あれ照れちゃうじゃん。照れちゃうじゃん。気持ち悪いな、本当に。照れちゃうなって言っちゃう人がやばいっす。いや、じゃあなんて言えばいいの。いや、ちょっとにやけるとこならわかるじゃないですか。じゃあ俺今度から正解ですって言う。ごめんね、みんな、本当に俺はそういうつもりでもないんだけどね。ああ、ちょオールメイカー噛めたばい。俺がコウモリせっかく出したのにさ、だってさ、人の努力をさ、まあそういうこともあるよね。お願いします。はい、言ってお願いします。はい、あえてまである。そういうこと言う人よくいますよね。あえてまである。あえてやっととか、うん、そうそんなことねえんだよな。あー、めっちゃ吹きや。うやるね、うやるね。俺これ延命するから。うわー、それあ、でも一緒に。やべ、ちょっと待って、本当にやばい、本当にやばい。ちょっと待って、ちゃんとね、一瞬だけね。このウィザードのタゲ取りマジで大事。いや、ここでやるからスケルトンよろしく。はい、ウッドよろしく。ウッドします。え、スケルトンそこか。なんかね、いいじゃん、そんな文句言わないでよ。そこだったのか。いけ、4体いっちゃえ、4体いっちゃえ。よしよし、うい、勝った。これ勝ちです、勝ちです。まあ抑えられる。スーツがね。あ、でもディガーが来た来た来た。いいよ、いいよ、ディガーがいいよ。うい、終わんないっすよ。まあ、あと多分4時間30分って動画時間になってると思うんですけど、あの4時間30分これやっていこうと。本当にやんの。アホなんじゃないの。本当はラストぐらいかな。ラストになると、なったらならないように、まあ、勝ってね。スカイウォーカー。スカイウォーカーって何のキャラだっけ。スカイウォーカー、空を歩く人。直訳の話だ。タイミング全く一緒。うい、うい、おいしい、お願い。あい、あれ、あれ、いや、アイゴ連盟。あ、そういうこと。うん。いやいや、なんでこいつ、縦役なのに縦役延命しちゃったの。あ、一人でやっちゃいそう。あ、違う違う、毎回そこに出てくるんで。うってろしく。よし。あ、お、お、お、まあ、僕らになると、これが、あ、お、待って、ディガーどっか聞いた方に飛ばしてるやついる。あれさっきの人最愛。さっきの人じゃん。え？そんな人いる？やっぱなっちゃうかな、うん。ちょっと1マスぐらい奥で行っちゃうのかな、ワンちゃん。そうだね。だって俺も普通の位置に飛ばしたもん、俺。それは嘘。お願い。あ、俺行く？本当に。まあ、勝ってるんだね。これだって負けてたら本当に、ね、許されがたいことですからね。いや、めっちゃ言うと。ほら、でっか。すごい。滑り込んで、ザーッつって入ってきたね。かすり傷ね。
焼き鳥もなんか、ね、俺そこもね、うん、かすり傷なんか経験ね、優しい方だよね。あれどういうことだろう、深い傷を負ってるみたいな。このいじり目、あ違う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 、毎回なんか4体出てくるんだよな。これはドンドドドン、いや今のクローンしたいな。確かに今やってたら折れてたもん。もうやばいね、てかもうあえて諦めちゃったよ。そんな、はいはいはい、はい、はいだからね。もうここまで来ちゃうと大丈夫、はいだけで全部通じるから。あーこれちょっと折るの時間かかるやつだ。はいこれマジで折るの時間やめてくれよ。この一番困るんだよ、相手何もしてないのにめっちゃ耐えるじゃん。やめてくれよ。タワー2個あるからね。よしよし、いやもう最強ですね。 2.0 でゴルニー勝てたのがでかいですね、本当に。僕の PS によってね、うん、僕の PS によってね、そうです、焼き鳥さんのおかげでね勝てましたと。正解です。というわけで何連勝したんだ、5連勝ですね。はい、今日5連勝、うん、1、2、本当か、5連勝です。5連勝です。というわけでね、ちょっと皆さんもぜひね、お友達と 2-0 でね、いや、なんなら、あ、1.0 ですね。そうですね。1.0 でね、やってみてください。というわけで、あの、概要欄にね、あの、このね、ちょっと変わったこの概要欄、あの、リンク貼ってきます。YouTube。10個ぐらいお願いします。ぜひ、お願いします。はい。というわけで、お疲れちゃんでした。またね。バイチャ。